さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回はあかねさんからのねお裾分けの紹介をしていきます。パート1はポケットレターのご紹介をさせていただきました。では今回はお裾分けの紹介をしていきます。はい、まずはたくさんなんかいろいろいただいたんですけれども、本当に嬉しくて、はい、早速ご紹介させていただきます。まず、こんな感じでペーパーナプキンなどのお裾分けですということで、ペーパーナプキンとかのお裾分けをたくさん入れてくださっていたので紹介していきます。こちらのね袋もすごく可愛くてお花柄ですね。ありがとうございます。では紹介していきます。なんかたくさん入れてくださってて、まずこちら、こちらのシールですね。こんな感じのシールが入っていました。これ丸々一つこれごといただいてしまって、なんかもう申し訳ないですね。本当なんかこのまま入れてくださっててびっくりしました。はい、こんな豪華なものをいただいてしまって本当にありがとうございます。で次にこちら、こちらなんだろう、なんかあんまり私これ知らなくて、こういう台紙みたいなものですね。本当にあんまり分かんなくてすみません。こうね大人っぽいものとかね分からないんですけれども、はい、こんな感じのものをいただきました。ありがとうございます。台紙ですかね、すごく可愛いです。で次こちら、こちらもちょっと固めの台紙かな、はい、ちょっと厚紙っぽい感じの固めの折り紙っぽい感じなので、はい、そうだと思うんですけど、厚紙、可愛い綺麗な厚紙ですね。で次にこちらペーパーナプキンをたくさん入れてくださってて、私ペーパーナプキンあまり種類持ってないので、すっごい見たことない柄ばっかりでびっくりですね。まずこちらイースターの柄ですね。はい、卵の柄とか、次こちらフラミンゴがハートになってるものとか、こうティータイムのやつと、これすごい嬉しかったんですけど、私の好きなイチゴ、そしてお花かわいいですね、とこちら雲ですね。雲の柄のマスマステじゃないペーパーナプキンとか星とか、サンタさんの、はい、ペーパーナプキンで全部で何枚かな、たくさんの柄のポケットレターじゃなくてすいません、本当に申し訳ないです。たくさんの柄のペーパーナプキンを入れてくださっていました。ありがとうございます。すごく嬉しくて、お裾分けとかねあんまりペーパーナプキン種類持ってなかったのでとっても嬉しかったです。ありがとうございます。で次にこんな感じでメモ帳のお裾分けですということで、可愛い袋に入っていたものをご紹介していきます。はい、ありがとうございます。すごく可愛いメモ帳がたくさん入っていました。まずはこちら、これすっごい可愛くて、こちらのカップケーキのメモ帳ですね。はい、これとっても可愛くて、すっごい可愛くて、なんかもう可愛すぎます。夢可愛い感じのもののメモ帳が入っていました。あとこんな感じでたくさん入ってて、たくさんあるのでねサクサク紹介していきます。スヌーピーのメモ帳ですね。すっごい可愛くてとっても嬉しいです。ありがとうございます。でこちらラプンツェル、ベル、シンデレラ、アリエルとかのプリンセス系のメモ帳、そしてリラックマ、可愛いリラックマの宇宙のメモ帳ですね。はい、すっごいたくさんの種類ですね。何種類あるんだろう、かわいいピザだ。かわいいですね。ありがとうございます。
で、こちらマステっぽい感じかな、マステっぽいモチーフの、あ、マステですね、かわいい、ありがとうございます。こういうコラージュっぽい感じのメモ帳がたくさんですね。はい、すっごい嬉しいです。ラブハローって書いてますね。これは折る折り紙ですか、折るメモ帳ですかね。へえ。あとこんな感じの可愛いポップな柄のメモ帳もいただきました。ありがとうございます。で、こちらがね、トイストーリーの、あかねちゃんトイストーリー好きなので、はい、あかねさんですね、すいません、あかねちゃんって、はい、なんかね敬語というかさんって呼んでたんですけれどもね、ついついちゃんって言ってしまいました、すいません。で、次にこんな感じで、はい、これがね、ポケットレターもメインだったんですけれども、実は一番メインだったものは約束していたマステのお裾分け12種類ですってことでね、12種類交換しました。マステのお裾分け交換をしました。マイメロちゃんのスレ袋ありがとうございます。こんな感じでたくさんのマステのお裾分けをお願いしていたんですけれども、すごく可愛い、はい、柄ばっかりで、このユニコーンとかすっごい可愛いですよね。とっても嬉しかったです。特に私はこの柄可愛いなって思ったんですけど、こんな感じの柄とか、はい、すごい、なんかピント合ってなかったらすいません。本当に可愛い、たくさんの種類のマステを持ってらっしゃっていて、本当に嬉しかったです。で、その中でも12種類私が選んで厳選して選びました。はい、ありがとうございます。またね、交換できたら嬉しいですね。で、次にこんな感じで、はい、お菓子かな、はい、お菓子とかを入れてくださってて、ご紹介させていただきます。ラッピングがすごく全部丁寧にラッピングされていて、すごく嬉しいです。ありがとうございます。こちら、リンゴパイですね。はい、こんな感じのリンゴパイ。ありがとうございます。ちょっと発送中に割れちゃったのかな。はい、後で食べたいと思います。ありがとうございます。で、次にこちら、ふわラテキャラメルですね。へー、これ飲んだことがないので、後で飲んでみようかな。はい、ありがとうございます。へー、まだね、子供なんで、子供子供だから飲まないっていうわけじゃないかもしれないんですけど、あんまりこういうもの飲まないので、ちょっとね、キャラメルだったらね、コーヒーみたいに苦くないと思うので、後で飲んでみたいと思います。ありがとうございます。次、こんな感じのね、チョコレートですね。チョコレートとかクッピーラムネとか、はちみつレモンキャンディーですね。はい、たくさんありがとうございます。はい、で、お手紙もね、はい、すごく嬉しく読ませていただきました。ありがとうございます。はい、ということで、今回はあかねさんからのすごく嬉しい贈り物のご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。では、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。